抜ッ製サナダ紐と製品サナダ紐は縦糸と横糸を使い食器で折った平たく狭い織物の日本の紐。漢字では重紐と書くこともある。もともとは一重織で中を空洞にした袋織が派生した。材質は木綿、小剣を使う。主に茶道具の切り箱の紐。刀の下げを鎧かぶと着用時の紐、帯締め、帯留め用の紐。 荷物紐等に使用する。サナダ紐は通常の織物の4倍以上の糸を圧縮して平たく織られ伸びにくく丈夫である。そのため重量物を吊ったり、物を確実に縛ったりする際に使う。数多くの柄があり、一部は家紋のように言個人の決められた柄があり、個人、集団の認証、作品の心眼鑑定に使われている。期限は定かではないが、 関ヶ原の戦いで敗れて、下山に入るされて湿居していた、真田正幸、信重不子が、真田紐を作成し、成形を立てていたという俗説がある。安在随筆によると、真田紐は、下山に湿居中、成形のために、真田紐を作成し、正宗、定宗の脇差しの柄を巻くのに使い、そこから、真田不子の発明という心理不明の逸話が生み出された。 真田氏の故地である、長野県上田市の歴史資料館が所有する、正幸公書高所用甲中に、真田紐が巻かれており、これをもって、武勲を挙げたので真田紐の名が付いたという説もある。伊賀の真田紐作り、木綿の栽培、佐藤の対河川利休の失礼などを総合すると、発祥はもっと古い時代であると言える。真田氏の発祥地である、上田市付近も、 上田島などで知られる織物の産地であり、久黒山も織物の産地であることから書く。関連地域では、地場産業と、真田ひもとの関連を、宣伝文句に使ったことから、このような逸話が誕生したと考えられる。他には、チベット周辺の言語で、織紐を意味する、サナールが展示たとする説がある。チベットの山岳民族が、家畜の獣毛を染め古式を用いよった。 細幅織物が南朝仏教伝来とともに、回路に本に入ってきたものが、低白地の沖縄地方ではミンサー織りになり、八重山諸島では八重山式になり、本州では目も草木で染め織った、細幅織物となりごのサナダ紐になったと言われている。縦毛で織られていたサナールに対し、日本には縦毛材料がなかったが、同じくインドよりもたらされ、戦国時代初期に初めて、 大阪地区で栽培が成功した面紙を使用した。よって、サナダ紐の生産は、大海、京など、関西地方が中心だったが、後に栽培地域の北上により、生産地域も広がっていった。また、平安時代に日本に入ってきたとされる、中国南部産のサナダ紐によく似た織紐が、当時は、サノハタと呼ばれていたため、サノハタが、サナダに転化したという説もある。 中国から日本の宮中に伝わったと言われる組紐に対し、庶民、武士が常用したのが、サナダ紐である。縦糸のみで、組む組紐は、構造的に伸びやすいのに対し、縦糸と横糸置きで、折るサナダ紐は、非常に実用的だった。平安、鎌倉時代の武将は、宮廷色の強い、飾りの多い甲冑を身につけていたが、 庶民や地方豪族を出自とする武将が登場した。戦国時代には、サナダ紐など一般庶民の生活用具を甲冑に使用することにより、より動きやすく実践的となり、これが結果的に戦国時代における勝敗を左右し、ひいては時代の変わり目の一因となった。全国各地の武将が軍事物資として制作、使用し、 天正伊賀の乱以前の伊賀国では忍びたちの農閑期の作業として、サナダ紐作りが行われていた。忍びの道具としても用いられたり、薬やサナダ紐の行商人は格屋敷や城にも怪しまれず、出入りが可能であり、商売を隠れ蓑のに内定したりしたと伝わる。だが、伊賀の乱以後は、組紐作りに転じていったが、 今現在も手織り真田紐は、滋賀県東大見市の西村家でその技術は受け継がれ、織られている。また、戦国時代中期、千里宮が茶道を庶民に広めるため、それまで貴族のみ使用が可能だった宮中型の、失内から、庶民でも使える、無垢の切り箱、そして当時武将や庶民が使っていた、真田紐を使用するようになった。元来、 刀の下げを等に使われていた時に各家の好みの柄ができ、これを遺品回収の折りの目印にしたことが、後に、茶道具では、茶道ご約束紐と呼ばれる、各茶道流儀、各作等が、各機関でのみ、それぞれ使うことができる、独特の柄を制定する文化のもととなった。茶器や箱書きを偽造しても、ご約束紐は使う糸や折り方を、専門家が見れば、 偽物を見分けられるようになっている。かつては秘密を守るため、サナダ紐作りを家業としていることを公にしていないこともあった。また、切り箱の結びは、武将が茶道具に毒などを塗られるのを防ぐために使った封印結びが元と言われている。このため、各家、個人で工夫して結び、定期的に結びを変えたりもした。現在、多くの茶道具の結びは裏。 先家の結びである。徳川の天下統一に伴い、特に、大阪を中心とした地方の庶民には親、豊臣、半徳川的風潮が根強く、最後まで徳川に苦りを舐めさせた、真田信繁を支持、美化する動きがあり、真田紐を一つの象徴とするようになったと言われている。ありがとうございます。